はい。ゆったりぬです。よろしくお願いいたします。本日はですね、最近話題のビットコインについてちょっとお話をしてみたいと思います。いや、ビットコインの価格が上がっております。えっ、ー、と、今およそ現在1ビットコイン72万円でしょうか。えっ、ー、と、まあ、一番、 ピークだったのが200万とか超え,て超えておりましたので、それに比べるとやはり3分の1とか言われそうな気がいたしますが、それでもまあこれから崩壊していく、なくなっていくとか言われていながらも72万ついたっていうのはやはりそれなりに評価していいのではないでしょうか。そんなビットコインなんですが、まあ、取得する方法として購入する方法、もしくはもらうという方法がございます。まあ、購入するっていうのは普通に え取引所などから現金を使って購入するわけですが、別の方法としては、もらうという方法がございます。まあ、これ私の、えー、と、YouTube やブログ等でも紹介させてはいただきましたが、まあ、広告を利用して、 えっと、えー、ビットコインなどの仮想通貨をもらうという方法でございます。まあ私も実際、まあ日本の国内の、えっ、ー、と、ビットコインのもらう仮想通貨をいただけるサイトを活用したり、アメリカ、あ海外の方の、えー、と仮想通貨をいただけるサイトを紹介、あの、利用して、実際、えっ、ー、と、ビットコインや仮想通貨の方を手に入れております。まあ、少額ではございますが少しずつ貯めて、 まあ、えっ、ー、と、自分の方の口座の方に入れて、えー、貯めております。まあ、私、今現在、えー、価格も上がっておりまして、まあ、手に入る量がやはり、それに連動して少なくなっております。 まあ仕方ない話なんですが、まあ運営側からしてみれば損はしないように、結局ある程度決まった金額をばらまくために仮想通貨の価格が上がると、まあビットコインの価格が上がると、それに応じてまあ量を減らしてというね調節をしているわけでございます。言い方を変えれば、まあ、価格が下がっているときはビットコインの方がたくさんもらえて、価格が上がっているときはビットコインが下がるあの少しの量をもらうという状況でしておりますの、ね、で、まあ総額的に考えれば金額は一緒なわけですから、 まあ安くなった時にたくさんもらい、高くなった時はまあ少ないけれど、まあそれなりにもらえるんで我慢しておくっていうのが一つの方法ではないでしょうか。実際私がえと活用しておりますえとサイトの方を、まあ YouTube の方のリンクの方で紹介をさせていただきますので、よろしければそちらの方を見ていただけましたら、 いいかなと思います。まあ私が実際紹介させていただいて、何人のかの方は利用していただいて、まあえとビットコインの方を無料で手に入れましたという報告をいただいております。まあぜひともご活用していただけましたらと思いますのでよろしくお願いいたします。本日はですね、価格が上昇し続けておりますビットコインを無料で手に入れる方法についてお話をさせていただきました。ありがとうございました。それではまた。